エトラちゃんは見た。僕はヒイラギ、コンビニチェーンエトラでスーパーバイザーをしている。主な仕事内容は担当エリアの加盟店に対しての販売計画や売上チェック、管理アドバイスなどだ。来週はホットスナックのセールが、今はおにぎりが好調なのでもっと攻めましょう。ち、全店売上減少か。店長たちはやる気あるのかな。あらあら、ヒイラギ君の管轄店舗も軒並み売上が下がってるわね。あ、部長お疲れ様です。彼女はゆずりは部長、同じスーパーバイザー職で僕の上司だ。どこの店舗も低迷低迷で嫌になっちゃう。ということは部長の管轄もですか。ええ、いっそのこと店長総害してやりたいくらいだわ。おっしゃる通りですよ。きっとやる気だけじゃなく能力もないんでしょう。そのくせ売上低迷は本部からの援助が足りないからだとか抜かしますからね。そう、もっと現場でできることがあるはずなのよ。仕事量が多い、フォローが足りない、もう少し補助。システムが使いづらい、休みが取れない。というわけでヒイラギ君には北区三丁目店の店舗視察に行ってきてほしいんだけど。え、そこは部長の管轄ですよね。私は忙しくて開けられないのよ。忙しいわ。いやいや、どうせまた男とデートとかだろ。じゃ、店長がふぬけてたらカツを入れてやってちょうだい。上には3日分で出張申請出しておくから。え、ちょっと仕事を押し付けられた。まあいっか、本社にいるより気楽だし。なんだこの成績は。すいません、使えない店長いびってストレス発散でもしてこよう。そうして僕はとある店舗へ視察に行くことになった。いらっしゃいませ。お疲れ様です。本社から来ましたヒイラギです。わざわざお疲れ様です。店長のあざみです。うちは万年人手不足なので、いかとはいえ手伝っていただけるのは助かります。え、いや、僕は視察に来たのであって作業を手伝いに来たわけでは。たまにカウンターに立ってくれるだけでもいいですから。あ、なんなら一緒に品出ししてみます。結構です。ゆずりは部長、僕に厄介な店舗を押し付けたな。作業は手伝いません。早速レイアウトからチェックしていきますよ。ありがとうございました。お弁当お待たせしました。こちら、暑くなってますのでお気をつけください。ありがとうございました。いつの間にかレジ打ちさせられている。何やってんだ僕は。本当に助かります。うん、セブンスター。はい、だからセブンスター一つ。私服だけどどう見ても高校生だな。申し訳ございませんが身分証はお持ちですか。え、免許証などの身分証のご提示にご協力お願いします。なんでだよ。素直に出さないってことはやっぱり高校生だな。今までそんなの言われたことないんだけど。え、もしかして未成年にタバコ売ってんのか。違法だぞ違法。申し訳ございませんが未成年の方にはお利できかねます。ふざけんなよ、いつものババアはどこだよ。こいつ変われ。店長、どういうこと。いない。あんやろ、どこ行った。あいつはいつも売ってるぞ。どうやらそのスタッフは間違えて販売してしまったようです。ですが未成年の方にタバコの販売は。こっちは金払うんだから、さっさと差し上がれ。うっ、やっせ。あの、大丈夫ですか。やめ、逆にこんなことして済むと思ってんのか。え、私は何も。やけど剤と鼻自体だぞこれ。俺の親父すげえ怖いんだからね。覚えとけよ。おまずいな。僕は悪くないが本社にクレームを入れられるかもしれない。お待ちくださいお客さん。あさみ店長、今までどこに。っていうかお客様、このままお帰りいただきましょう。え、問題になりそうな種は早めに処理しなければいけません。いいじゃないですか、種まきならしておきましょうよ。はあ、その日の夜。はあ、なんだか疲れた一日だった。今日はあのおばさんのペースに乗せられちゃったけど、明日はこうはいかないぞ。助かります。僕の本社エリートの厳しさをその身に刻みつけてあげるよ。翌日。うどれ、うちのガキに熱湯かけたらしいな。うん、いえ、私は何も。魔王大将に叩きつけたらしいじゃねえか。おい、そんなことになってるんですね。なんで。あ
野獣は喧嘩無敗で、この辺りの暴走族も逃げ出すんだぜ。お前なんてぶっ飛ばりされちまうぜ。え、どう落とし前つける気だ、あんちゃんよ。私は何もしてなくてですね。そちらのお子さんが一人で。うちのが嘘ついてるって言いたいのか。殺される、完膚なきまでに叩きのめされる。そう思った直後だった。あら、お客様、やっぱりいらっしゃったんですね。よかったわ。準備に時間がかかってしまって申し訳ございません。皆さんどうぞこちらへ。え、これって店の防犯カメラ映像です。再生日付を昨日の来店時間に設定して、この方がお子さんです。では再生しますね。こっちは金払うんだからさっさと出し上がれ。よっしゃ。あの、大丈夫ですか。てめえ、逆にこんなことしてただで済むと思ってんのか。どういうことだ、赤松。ちょっと、これその CG だよ。昔から言ってるよな、父ちゃんも嘘は大嫌いなんだ。お前は店員に怪我を負わされたって言ったろ。でもこれを見る限りてめえが自分ですっ転んで怪我してるじゃねえか。そりゃそのしかも前にあれほどこっぴどくタバコのことを注意したのに買いに来てるじゃねえか。だから酒とタバコは二十歳になってからだって俺ほど言っただろうが。やめなさい。悪かったな、嘘に騙されて怒鳴っちまった。いえいえ、ご理解いただけたのならそれで十分です。じゃあ帰るわ、邪魔してな。ようやくこの恐怖が終わる。あら、このままお帰りになるんですか。ん、おいおい、もう無事に終わっただろう。なんで呼び止めるんだよ。お宅のお子さんが投げ入れた小銭のせいで売り物のおでんが全て廃棄になってしまいました。これって器物損壊ですよね。総額1万2000円なんですが、どうしましょう。どうって、困りましたね。うちの本社って高額廃棄にうるさいんですよ。このままだと本社から原因追及されるので、そうなったら警察に経緯を相談しないといけなくなっちゃいます。どうしたら、お子さんも恐喝と器物破損と営業妨害でお騒ぎになるかもしれませんわね。でも全部売り切れってことになったら本社も追及しませんし、警察に通報する必要もなくなるんですけどね。払うよ、払えばいいんだろ。お買い上げありがとうございます。ちなみにですよ、これは本当にちなみになんですけど。なんだよ。謝罪するときに手ぶらっていかがなものなんでしょうか。ごめんなさいって言うだけの謝罪って子供でもできますよね。大人だったらなんかこう物を渡すとかあるんじゃないですかね。物って、何がいいのかな。例えばケーキならうちの店にもあるんですけど。買うよ。ありがとうございます。親父、8562円です。またのご来店お待ちしております。大変な目にあった。これは商品の廃棄登録一覧。うちの店のシステムではコンピュータが決まった時間に廃棄になるものをプリントアウトしてくれるようになっている。14時に廃棄になるものは、そこには昨日小銭を入れられて廃棄になったおでんが全て書き込まれていた。この一覧出力は昼の12時、あのトラブルが昼過ぎだから、つまり小銭を入れられるよりも前に廃棄が決まってたのか。あのことがなくてもおでんは廃棄になる予定だったということか。あら、バレちゃいましたね。まあ廃棄予定だったものが売り上げにつながったわけですし、結果オーライですよね。いや、ダメに決まってるじゃないですか。あらあら、ずいぶんとお甘いこと。本社の方はいいですよね。加盟店の一つや二つ潰れても関係ないですから。現場を知らない人間は数字でしか物事を判断しませんものね。今みたいに手口八丁で稼いだ1万円も、汗水垂らして稼いだ1万円も、あなた方にとっては同じものなんでしょう。こっちは生活がかかってるんです。どんな手を使ってでも数字を上げますわよ。そして最終日、ヒイラギさん、月品お願いね。揚げ物もセットしておいてちょうだい。来週のヘルプお願い。このお弁当賞味期限が近いから割引しておくわ。あら、ありがとう。店長、勝手に割引なんてしちゃダメですよ。本社のルールが。
本当なら廃棄の対象に。あら、廃棄って言ったって賞味期限の時間まであと2時間はあるのよ。ただ廃棄にするのはもったいないじゃない。そうよ。お、確かにこの店には課題がたくさんあるな。3日間お邪魔しました。いえいえ。それで今回の視察の結果と感想なんですが、売上が前年比 98% なので数字を伸ばすために、棚の最上段を開けるのではなく商品を入れる、新商品をもっとアピールする、廃棄の金額を抑えるとかですか。え、そうです。ヒイラギさん、うちのお客さんの客層を見ましたか。年配の方や小さいお子さん連れが多いかなという印象ですね。年配の方にとって上の方にある商品は取りづらいんです。小さいお子さん連れの方も目が離せないので、パッと手に取れる高さが一番いいんです。おかしい。こら、届かないわ。年配の方は突飛な商品より安定した商品を好む傾向にあります。新商品はほとんど若者向けのものが多いでしょ。新商品の方が利益率はいいのかもしれないけど、うちではなかなか伸びません。おお。廃棄については私だって減らす努力はしていますのよ。でも新商品を入れろという本社の指示に従った結果の廃棄がほとんどです。こないだの新商品のカレーなんて辛くて辛くて、結局ほとんど廃棄になりましたわ。廃棄を減らすために仕入れを抑える、仕入れが少ないから売り上げも落ちる、当たり前の構図じゃありませんこと。はあ。担当のゆずりはさんが言うには、そうですね、売り上げに対しての支出が多すぎると契約解除になる恐れがあるだなんて。あの人、私の意見を何も聞かないのよ。数字ばっかり見てこの店そのものを見やしない。自分のネイルばっかり見てんのよ。想像がつくな。本当はアルバイトだってもう少し雇いたいの。でも最低賃金だって毎年のように上がっていくし、人件費を抑えるには最低限の人数で回さないといけないの。もう少し廃棄や経費に対して補助があればとは思うんだけどね。そこまで考えていたなんて。確かに本社の人たちは数字でしか判断をしていない。そこから見えていないだけで現場の人たちはたくさんの努力をしているんだ。いまいちね。わかりました。今回の件、本社内で定義したいと思います。それはよかったわ。やる気や能力のない本社の人間は阻害してほしいくらいです。なんて冗談ですよ。あ、未成年にタバコやお酒の販売は絶対にしないでくださいよ。はいはい、もうしませんよ。そして翌日、本社に戻った僕は使命感に駆られていた。あら、熱心に仕事したりしてどうしたの。ちょっとやることが山盛りありまして。ふーん、それはそうと、北区三丁目店どうだった。全然数字が良くならないのよね、あの店。ちゃんとカツを入れてきてくれたかしら。あざみ店長はとてもたくましかったです。え、あれをたくましいと言っていいのか分かりませんが、少なくとも僕たちよりは必死に売り上げを上げようとしていました。でも実際に売り上げは減少してて、今本社のバックアップ体制を見直す企画書を作っています。僕たちが現場のためにできることがもっとあるはずですから。これから競合店の商品ラインナップを調査しに行くので失礼します。何があったの。この件を境に僕は現場の悪口を言わなくなった。今は現場のためにできることを必死に探る日々を送っている。ご視聴いただきありがとうございました。現場も見ていないのに不平不満を言うことは簡単ですよね。現場で働く人と本社で働く人はお互いに違う大変さがあるはずなので、実際に自分の目で改善点を見つけていくことが大事ですね。と口で言うのは簡単ですけど、なかなかできないからこそ現実問題分かり合えないでいるところが多いんでしょうね。何はともあれ数字は大事なのかもしれませんが、働いてくれている人がいるおかげで成り立っていることも事実ですから、何を優先的に大事にしていくべきなのか、きちんと考えるべきことはたくさんありますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。